ヒメクロウミツバメは、ミズナギドリメウミツバメ科に分類される鳥類。北インド洋、東、太平洋下期に、中華人民共和国に先部、ロシア南東部、朝鮮半島周辺で繁殖し、陶器になると、インド洋や行海へ南下し越冬する。日本では下期に、沖の島、靴島、八丈小島、三貫島などに、繁殖のため飛来する。全長17から20センチメートル。 翼長14から1 6 5トル翼海腸35から4 0トル体重0.03から0 0 4ラム和名は黒海ツバメより小型であることに由来する。お葉には浅く、切れ込みが入る。全身は黒褐色の羽毛で覆われる。大雨副上面の羽毛は泡褐色で、起生時には不明瞭な体模様に見える。くちばしや、 甲子の色彩は黒い。海洋に生息する。植生は、動物食で、魚類、甲殻類などを食べると考えられている。繁殖形態は卵生。岩の割れ目や大水なぎ鳥の古巣、地面に10から200センチメートルの横穴を掘り落ち葉や、枯れ草を敷いたすに、日本では5の6月に1回に1個の卵を産む。私有交代で放卵し、 放乱期間は約41日。日本ではネズミによる捕食により生息数が減少し、カラス、カモメによる捕食、大水なぎ鳥との競合、繁殖地への人間の侵入などが懸念されている。1935年に三冠島が、三冠島、大水なぎ鳥ギ及びヒメクロウミツバメ繁殖地として、繁殖地が国の天然記念物に指定されている。 日本国内では、比較的大型の繁殖地がある沖ノ島及び、靴島での1984年における生息数は約1000羽と推定されている。絶滅危惧痛類。ありがとうございます。